アメリカ空軍のアクロバットチームデモンストレーションチームの一覧形式記事。本記事では編成期数が2期以上かつ活動期間が通算で2シーズン以上のチームだけを取り扱い編成あるいは結成された年の上昇順に記述する。短期のチームや活動期間が2シーズンに満たないチームはチームの母体となった飛行隊や航空団の記事を参照のこと。 アメリカ空軍最初のデモンストレーションチームは1948年アリゾナ州ウィリアムズフィールドに所在する第一戦闘航空軍令下の戦闘機学校で4機の海マイナス 80C 戦闘機により結成された。アクロジェッツと名付けられたこのチームは通常業務の傍ら各地で展示飛行を行った。1949年から1953年までの間、 チームの機材は4機の T-33A 練習機に置き換えられた。1955年、チームの機材は再び T-33A に置き換えられ、戦闘機学校もドイツ連邦共和国の大王アメリカ空軍、フィルステンフェルトブルック空軍基地へ配置外となり、チームの操縦士は訓練教官としての任務に従事した。チームは 在欧アメリカ空軍のオフィシャルディスプレイチームとして認識され、1957年にチームが廃止されるまでにヨーロッパ各地で30回の展示飛行を行い、さらにパキスタンのカラチでも展示飛行を行った。1949年、バージニア州ラングレー空軍基地の第4戦闘航空団第335戦闘飛行隊で4機の回マイナス86、 A 戦闘機によるディスプレイチームが編成された。シルバーセイバーズと名付けられたこのチームは1950年まで活動した。チームが使用した回マイナス 86A は第335戦闘飛行隊、第335戦闘迎撃飛行隊の作戦機としての状態のままでチーム固有の特別な塗装などは施されなかった。1950年1月、 カリフォルニア州、ジョージ空軍基地の第一戦闘迎撃航空団、第94戦闘迎撃飛行隊で、4機の回マイナス 86A 戦闘機によるディスプレイチームが編成された。セーバーダンサーズと名付けられた、このチームは、同年4月22日に、フロリダ州エグリン空軍基地で、初の展示飛行を行った。しかし、 彼らの飛行が隣席していたハリー・エストルーマン、大統領の目に留まってしまい、ほどなくして、トルーマンの命により、第一戦闘迎撃航空団そのものが、東部防空軍艦下のニューヨーク州、スチュワート空軍基地へ配置替えとなった。その後のチームの行動は明らかではなく、スチュワート空軍基地へ配置替えの際に解散したとも、あるいは、アメリカ各地で、素晴らしい悪路を披露したともされる。 1954年、カリフォルニア州ハミルトン空軍基地の第566防空軍第325戦闘迎撃飛行隊で4機の海マイナス 86D 戦闘機によるディスプレイチームセイバーナイツが編成された。チームリーダーは飛行隊長のビンセントゴードン・中佐で、彼は在洋アメリカ空軍チームスカイブレイザーズのメンバーとして活動した経験を持っていた。 チームが使用する回マイナス 86D には特別な塗装は施されず、第325戦闘迎撃飛行隊の作戦機としての塗装のままだったが、後に空気取り入れ口の横にセーバーナイズのロゴが記された。チームは1955年に解散されるまでアメリカ本土各地で電磁飛行を行ったとされる。百五十四年、フランスラオン・クブロン空軍基地の 第38戦術爆撃航空軍令下第71戦術爆撃飛行隊で、在欧アメリカ空軍3番目のディスプレイチームの編成が開始され、翌1955年に5機の B-57B 爆撃機により編成を完結した。ブラックナイツと名付けられた、このチームは1957年まで主としてパリ航空省で演技を行った。 チームが使用した B-57B は作戦機としての黒色塗装の状態だったが空気取り入れ口と核尾翼にはチーム固有の大々色の塗装が施された。1958年フランス首相シャルルド・ゴールは航空機により運搬される核兵器をフランス本土から除去することを発表したため第38戦術爆撃航空軍の上位組織である 第38爆撃航空団はフランスから撤退してドイツ連邦共和国へ移駐した上で第38戦術ミサイル航空団に改編されることとなった。第71戦術爆撃飛行隊は同年6月に第71戦術ミサイル飛行隊へ改編され、それに合わせる形でチームは解散した。1953年、コロラド州。 バックレイフィールドのコロラド州空軍第140航空団第120戦闘飛行隊でディスプレイチームの編成が3機の回マイナス80戦闘機によって開始され1956年末には5機の回マイナス 80C 戦闘機によりアメリカ合衆国州空軍の公式ディスプレイチームとして編成を完結したチーム名のミニットメントは アメリカ独立戦争時の民兵を指す言葉である。1958年、チームの機材は、回マイナス86回戦闘機に更新され、新機材での初の展示飛行をフロリダ州のジャクソンビル海軍航空基地で実施した。同年6月7日、オハイオ州のライトパターソン空軍基地で演技中に、スロット役の4番機が制御不能となり、墜落した。 墜落した場所は小さな町の中だったが、木と共に墜落し死亡した、操縦士のジョンティフェレー隊員以外に死傷者は発生しなかった。アクシデントが発生した当時、十分な高度があったにもかかわらず隊員が脱出しなかったことに関し、隊員はあえて脱出せずに機体をコントロールして、地上の被害を最小限に食い止めようとしたものと判断され、 その英雄的行動に対し主君飛行十字章が授与された。1959年7月10日、チームは最後の展示飛行をコロラド州のグランドジャンクションで行い、解散した。チームはその短い活動期間のうちにアメリカ合衆国の47州のほか、中央アメリカ諸国でも展示飛行を実施した。朝鮮半島の航空優勢を確保するため、 第4戦闘迎撃航空団の全力が1950年11月下旬から1951年1月までに朝鮮半島南部へ派遣された。そのため1950年シーズン中に解散したが、解散日は明らかではない。パラクワイ、エリバティックチームズ P105。カジタ、世界のアクロバットチーム P13。チームの編成年、基地。 母体となった飛行隊はパラクウェイエリバティックチームズ P103 でそれぞれ1952年ハミルトン空軍基地第84戦闘迎撃飛行隊としているが第84戦闘迎撃飛行隊が回マイナス86各方を装備した事実はない。カジタ世界のアクロバットチーム P15 では編成年の記述がなく第325戦闘迎撃飛行隊の 上部組織を第327戦闘航空団としているが、アメリカ空軍に第327戦闘航空団は歴史上存在しない。以上の通り文献によって記述が異なる、あるいは存在しない部隊や機材を記述している状態のため、セイバーナイツについては組織と編成に関する一部の記述を EN-325 スファイター。 インターセプタースカドレンから引用する。カジタ世界のアクロバットチーム P15 では、使用機をカイ86回、カイマ、e、イナス86回、イマイナス 86E、イマイナス 86D の順としているが、第325戦闘迎撃飛行隊は1953年4月に、カリフォルニア州、トラビス空軍基地で新編された当初から、カイマイナス 86D を装備しており、 カイマイナス 86EF を装備した事実はない。パラウワイエリバティックチームズ P103 では1952年から累計して約7000時間の展示飛行としている。また同ページでは1955年8月に第325戦闘迎撃飛行隊の廃止とともにチームは解散としているが同年同月に 第325戦闘迎撃飛行隊が廃止された事実はなく、さらに第325戦闘迎撃飛行隊が1955年8月にウィスコンシン州トルワックスフィールドの第327戦闘航空軍令下へ、配置替えの後に撮影されたセイバーナイツのロゴ入りの回マイナス 86D の写真が存在する。カジタ世界のアクロバットチーム P15 では、 活動した時期などは明確ではないとしている。ありがとうございます。